こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。桜爆心王好スタート、綺麗なスタートを切りました。オントリビュート前に行きそうです。ディリックファンタジー、それに続いています。さらには桜爆心王、4番シャワークラブ、その後ろ前に戻りましょう。桜爆心王前手を取りました。その外からオントリビュート、その外にディリックファンタジー、その外からアスコットリーダー、並んで4番シャワークラブ、その外からサイレントチェスト、内からはミレニアムクロス。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。桜爆心王先頭、差はほとんどない。あと 200m、 桜爆心王先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ロックソング追いすがります。桜爆心王もう一伸び、桜爆心王ゴールイン、桜爆心王1着、2着にはどうやらロックソング。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。桜爆心王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大隅ダイナー好スタート、綺麗なスタートを切りました。桜ハイスピード前に行きそうです。サブリナチェリー、それに続いています。さらには大隅ダイナー、10番グレイド勝利、その後ろモリユープリンス、後方に控えました。では前の方から見てみましょう。桜ハイスピード先手を取りました。サブリナチェリーすぐ後ろ、後継2世後位をキープ、その外から方針イーグル、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。では前の方から桜ハイスピード先手を取りました。これに続いてサブリナチェリー好位置をキープしています。後継2世、その外から大隅ダイナー、その隣に方針イーグル、マイネルドーン、その位置に続いています。オレンジの帽子アナセール、その後ろすぐ隣に親部エース、内からは走る将軍、白の帽子リバーストンキング、その後ろすぐ後ろにノーブルキャメロン、並んで4番ノーブルフェアリー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ3番桜ハイスピード、2番手は大隅ダイナー、3番手に後継2世、絶好の手応え、後継2世 B1 です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。桜ハイスピード先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 先頭は後継2世サブリナチェリー、必死に追いすがります。2番手はサブリナチェリー、後継2世、この馬で決まりか。後継2世1着、後継2世完勝、後継2世1着、2着は笹の小判。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは後継2世。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は桜インディア、トシボイス。先頭、2番手はノートンショー。先頭を捉えるか、あと 200m、トシボイス。先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気にライブリマウント、ライブリマウント。もう一伸び、ライブリマウント、ライブリマウント。1着、2着にはどうやらトシボイス。1番人気に応えました。ライブリマウント、見事です。